はい、どうも、すんです。今回ね、パープルアプリですね、はい、喋っていきたいと思うんですが、まあ今ちょっとこの画面なんで、はい、まあいろいろ言いますと、まあちょっとごめんなさい、今風が来てるね、扇風機の。パープルのコラボ、メジャーセカンドコラボですね、はい。まあ図鑑の空きが空いていて、まあなんだろうって なってたとこに、まあメジャーセカンドコラボ、まあ昨日の話なんですけど、まあ昨日ツイッターにてそれが、まあ、コラボ来るよってことは発表されてたんですが、まあ、ツイッターにてその なみちゃんかなが、まあ、性能などの画像を添付してくれたということで、ツイートしてくれたのかな、うん、ということで、ちょっと喋っていきたいなと思います。はい。一日遅くなって申し訳ございません。でもまあ、一日遅れたからには、まあ、より実用的なことを言えていけたらなと思いますね。はい。で、まあ、まずキャラの解説ですね。はい。そっからまあ、その中の1キャラについてピックアップしていくっていうような感じです。はい。まず1人目、かばしまアニータちゃんですね。はい。これごめんなさい。これ画像の元々の画質が結構悪いんでね。ちょっと読みますが、捕手時、バズーカ及び9回の頭脳、金徳ですね。はい。野手、かっこ捕手以外、ストライク送球及び1球入魂、投手が走者釘付け及び減点投球の女性キャラの前部相棒となっております。はい。まあ、メジャーセカンドはね、まあ、あれっすね。まだ確か、重野大吾は中学生なんですね。はい。中学生で、その選手にするには、そう、無理があるってことで、まあ、うん、重野大吾の同級生、まあ、チームメイトかな。チームメイトの、まあ、中学生である川島ニータは相棒という形で入ってまいりました。はい。入ってまいります。はい。で、まあ、注目したいところは、まあ、バズーカ及び球界の頭脳っていう金徳ですね。はい。まあ、球界の頭脳が、査定が高くなって、割と強い。しかも、バズーカも取れるってことで、まあ、金徳西取りができるんですよ、いわゆる。で、この枠となれば、例えば、総一郎とか、例えば、奥村とかと組み合わせて、新球界の頭脳にしたら、ものすごく強い。上限はないですけどね、はい。ですが、まあ、玄関機を使うかって言われると、うんっていう点にはなりますね、はい。まあ、北斗高校でやるっていうのもあるんですが、北斗高校確か、そう、ごめんなさい、これ、北斗高校コラボキャラ入れないんですよ、はい。コラボキャラ、こいつコラボキャラなんで、はい、入れませんと、はい。で、次考えるのは、まあ、シナリオで金徳、球界の頭脳、捕手金徳、球界の頭脳が取れる新制度なんですが、新制度も入れないと。その相棒自体は入れるんですけど、あれですね、コラボキャラはこちらも入れないということで、まあ、今の環境では、まあ、来たとしても使わないですね、はい。ですけど、まあ、将来、その新高校が来た時に、まあ、相棒がだいぶ強いってなって、で捕手のデッキ作る時に、まあ、こいつ入れたりとかいうのはあると思いますね、はい。うん、捕手以外だと正直走者ストライク送球と一球入魂って、まあ、査定がそんないいってわけでもないですし、西取りとはいえね、うん、当初も、まあ、走者釘付けと減点投球というわけで、まあ、それも査定が良くないと。まあ、走者釘付けはね、まず走者釘付け自体を取ることを、走者釘付けを取ること自体が本当にしんどいですし、減点投球も所詮アウトロー球威の上位骨なんでね、はい、そんな強くはないということで、はい。こちらは、まあ、まあ持っといたら将来安心だなみたいな。まあ現環境では本当にアンドロメダぐらいしか使えなくて、しかもアンドロメダでも相棒ってあんま強くないんで、まあ、そんな期待しない方がいいかもしれませんね、はい。でもまあ、マイベっていう貴重な枠なんでね、はい、そこはいいですね、はい。奥村とマイベ被るんですがね、うん、総一郎とは前後で別れられるんで、はい。まあ、相棒なんですけど、うん。次、キャプテン重野大吾。こちらは報酬ってなっておりますね、はい。だから、チャリスタとか来るのかな、だから、新田くんとか、スメラとかそういう枠なような気がしますね、はい。もしかしたら、そのランキング報酬で、ランキング報酬で配られる形式。まあ、SR35 の母体はゲットできるって感じかな。うん、まあ分かんないですけど、まあ、金徳が、野手が精神的支柱で投手が復活ということで、まあ、こちらも重野大吾相棒となっておりますね、はい。まあ、重野大吾中学生なんで。で、自身は補給上限アップを所持している、相棒キャラ、アトリベですね、はい。で、まあ、野手の精神的支柱は、まあ、正直言って、査定は高いけど、今、北斗と金徳かぶってんだよなってことで使わないし、うん、まあ、北斗に入れないですけどね、うん。それ以外でも考えたとき、例えば投手の復活だったりとかしたら、まあね、闇野がね、マイブレ、金徳取れるのに、まあ今使われない理由って、やっぱりマイブレ一つでも、やっぱり288ゲートの金徳でも、今の時代、その金徳が少ないって言われるんですよ、査定が。古谷沢村っていうね、化け物みたいな二次徳構成&超高査定金徳が取れるやつらがいる以上、やっぱり金徳一つっていうのは、
そのあまり今の時代もうそれほど壊れてなくて、うん、だからマグロも使われないんですね。つまり、うん、なんでこいつをまあ所詮イベント報酬で多分野手で使うことがあるのかな、多いのかな、補給上限アップなんでなんですが、まあそこまでそれこいつも期待しなくていいと。まあテーブル次第ですけどね、問題は相棒でどれぐらい猛威を振るうかって感じだから、どうなんだろうね。まあとりあえず母体は確保しといた方がいい、あくまでも。うん、でまあ補給上限アップって枠があまり最近ぐらいしか強いキャラ思い浮かばないので、まあ、今パッと考えた感じなんで、まあ、貴重な枠ではある。しかも相棒っていうね、補給上限の相棒は本当に珍しいですね。はい。でももう相棒って言えばね、その小池アノアとかいるんで、パープルアプリ純さんの小池アノアの相棒とかいるんで、そっちの枠とどうなるかって感じですね、投手に関しては。うん、これどうなんだろう。まあ報酬だなって感じのテーブルっていうか組み合わせですね。はい。でこちらがまあぶっ壊れ枠ですね。いわゆるそのタッチコラボの南達也、ミックスコラボの総一郎みたいな感じのぶっ壊れ枠と、はい、投手ですね。はい。のこちら重野泉は高校生ですね。はい。なんで投手の前部、上限はなしの変化球速の得意練習、野手金徳が伝説のサヨナラ男、投手金徳が街道とドクター K というわけで、はい、こちらですね。多分強いのは、うん、まあ、確定ですね。はい。確定で強い枠はこいつになってまいります。はい。まあ、何が強いかっていうと、まあ、街道ですね。はい。しかもこの得意練習の組み合わせってね、もう順番違うんですが、これ守るとかぶるんですよ。はい。今投手ゼッキに絶対入る、これはもう持っといた方がいいでしょうって感じで、うん、うん、絶対取ろう。うん。で一応これあれ拡大できないの？あ、できました。はい。選択肢や確率によって両方また片方のコツが取れない場合がありますとは書いているんですが、どうなんだろう。だから確率どうか分かんないけど、まあフレアぐらいの確率があれば本当にぶっ壊れですね。これ査定が漏れるんですよね。今までって深海道の枠で同衛とフレアで補っていたわけですが、例えば同衛の枠をこいつにすることによって、まあ、金徳はまあ余分に1個増えるんですね。はい。でドクター K ってそんな査定としてはよろしくない点はあるんですが、まあ査定が漏れるってことは金徳ですしね。うん、それは確かですし、しかもドクター K って二次徳が来そうで、うん、来ても別におかしくないんですよね、その金徳自体。なんでまあ古谷、第二古谷と言われる感じになると思いますね。はい。そう、イベント、あ、ごめんなさい。前後のイベントとしても、その、フレアと同衛と被ってて、まあ、どっちと組み替えるか分かんないんですけど、今の投手育成、やっぱり深海道っていうのが、金徳取れる構成のデッキってなっておりますから、これを、間違いなくテンプレに入ってくるかと。うん、クロスラインで使ったりしたら、本当に強力なキャラになると思いますね。はい。うん、重野泉はね、あれ、僕、メジャーはね、最後まで見たんですけど、メジャーセカンドは見てないんですが、泉は確かメジャーの最終回で、なんか、野球がどちらこちらみたいな感じで、確か少年野球行ってて、でまあ野球がちょっとつまんないとかなんか言ってて、まあ五郎がまああっこですね。はい。五郎がプロ野球でホームランを打つ姿を見て、私だけ野球大好きみたいな、ごめんなさい、なんか抽象的な感じで、まあ、そういうキャラでしたね。はい。なんですが、まあ重野泉は今回ぶっ壊れ役と、まあ35でもいいから攻略確保しておきましょうね、多分。うん、多分つうか、まあ、フレンドで借りるのはもったいないような感じ。まあ、浅上の50とか、同衛の50借りた方がいいんでね、なら、同衛使うか分かんないけど。で、まあ、クロスラインのデッキっていうのは考えてまいりました。はい。で、まあ、確定枠というのは、この中で、守る明神、浅上ですね。はい。あと、泉が確定枠となってまいります。はい。まあ、泉入りのデッキなんで、泉は確定なんですけど、スタミナ上限枠の明神。でまあ、球速上限唯一ですね。はい。守る。そして、シナリオキャラは浅上というのは確定になってまいります。はい。そこから何を入れていくかですよね。はい。で、同衛がもともと補っていたコントロール上限っていうのを、補わないといけないんですよ。同衛を外すとき。そのときもいろんなデッキ構成っていうのは考えられますね。はい。で、まず、同衛を入れたデッキになります。はい。で、泉のとこは開けておりますね。はい。球速変化の前部と考えてもらえれば。はい。で、従来のデッキをまず組んでみますと、でこれ同衛と沢村とフレアを入れたようなデッキになるんですが、こちらはフレアを抜く、そしてここに虹谷を入れるデッキですね。はい。そうそうそう、フレア抜いて泉に入れて、で虹谷を入れるデッキ、
こちらになると、変化が3枚、球速6枚というデッキになります。はい。こちら3上限取れて、前とも噛み合っており、深海道も取れると。で、これ、あれですよ。完全にドクター K 二次得読みですが、おそらくドクター K が二次得になったら、このデッキが一番強いのかなというのような気がしますね。はい。前さん、後さんですしね。はい。査定がめっちゃ漏れるね、これ。深海道の新ドクター K と、うん、しかも、うん、新変幻自在も狙えて、新強心臓も狙えるというめちゃくちゃ強いデッキになっております。はい、こちらがまあ完全にドクター系二次得読みなんですが、それ以外で考えてみると、フレアを使うデッキですね。はい、同栄を外して優化を入れるデッキになると、こちら変化5枚、変化が球速5枚変化3枚のデッキで、深海、だから、沢村を外すデッキですね。はい。そうか、うん。沢村？うん？ああ、そうそう、沢村を、優化にすることによって、深海物球と深海道、泉と、フリアで深海道を取るというような形。で、ワンチャン新強心臓を狙う。しかも新変幻自在を狙うっていうデッキで、まあ、これもこれで強いと思いますね。はい。どうなんだろうね。同栄を入れるか否かなんですが、そのコントロール上限、今まで同栄が果たしていた、その役割を誰で補うか、優香だったりとか同栄を使うだとか、はい、このコントロール上限に関しては割と難題になってまいりますね。はい、他なんだろうね、他街道で使うとしたら、コントロール上限だろう、うん、泉は街道、あ、マイ迷惑だから大田とかどうなのかな。まあ、いろんなことが考えられますよね。まあ、浅上は抜くことないんですが、その前部のうちに誰が入るかという、はい、浅上と泉が確定なので、前部は一枠入れるんで、その中でどう入れるかって感じになってまいりますよね。はい、でも確実に言えることはあいつです。はい、泉が来たことによって投手のテンプレが変わりそうなのは事実でございますね。はい、どうマイトが後部で、ここに泉入れてコントロール上限の枠を、んー、どうだろう、コントロール上限を、こいつスタミナだったっけ、コントロール上限ですね。だからここをコイックハンマーにする、ちょっとそれは無理があるか。まあ、とりあえず、あ、でもこれコントロール上限、あ、でも球速5枚変化2枚、まあ一応組めるっちゃ組める、こういうデッキもありますね。はい、同栄フレア持ってない、いや同栄持ってない人はいないと思うんですが、まあ、フレア持ってないとか、例えばどうもそんな使えないって人はこういうデッキっていうのもありっちゃありですね。はい、その代わり、まあ小池アナはまあレベル40以上にしましょうというわけで、はい、だから多分泉はデッキ入ってくるかな。急速変化っていうのが、まあ守ると噛み合ってるんで、ね、はい、これがもうあまりにも強すぎて、今までの従来のデッキって、まあもう一回言いますが、これじゃないですか、一周したな、これじゃないですか、これって変化2枚なんですよね。はい、変化2枚でやっぱり、まあ査定はそんな盛りにくいってわけで、その役割での経験点しか変化球っていうのは盛れないんですが、泉を入れることによっておそらく3枚以上の編成にはなるんですよ、変化が。なんで変化を伸ばせて球速も枚数も減ることなく普通に使えるんで、これはまあだいぶ革命的なことが起きたのかなとね、うん、なんでね、本当に泉が来るがちょっと多分もう近いと思うんですが、まあ泉は引いとくようにね、うん、無課金の方でも石が多少溜まっていれば、僕もちょっと頑張って石貯めます。はい、頑張ります。はい、まあ、今サクピー10なんでね、もう自動的に石が溜まっていくような仕組みになってるんで、まあ、この期間を生かしては石を節約しつつね、まあ、泉待ちですね、泉待機というものですね。はい、泉が来てからもう一回厳選するっていうのは普通にありなんで、とりあえず石には気をつけましょう。ということでね、今回グダグダになりましたが、どうだったでしょうか。次の動画でしょ、バイバイ。